こんにちは、大輝です。今回は家の周りに草が生えるので食べようと思います。今日はノビルです。ネギ科の草で春が旬ですが、一年中取ることができます。小さい玉ねぎのようです。下処理は薄皮を剥いて根を取り除きましょう。では調理です。下処理したノビル、まず葉と茎を切り分けます。切り分けた葉を細かく刻みます。刻んだ葉を水につけておきます。細かく切りすんだまあいいや。よし、生食用に取っとこう。うん、これ酢味噌。ね、こっちは伸びる味噌。酢味噌用の茎を茹でていきます。もうこれもまた綺麗な色です。なんか茹で加減はノビルがしんなりすればいいんじゃないかと思います。茹でたのビル。次に酢味噌を作ります。味噌大さじ1。そっと取れんじゃん。大さじ1。ほい。んで砂糖大さじ1か。飲もうか。今混ぜる。よし、オッケー。こいつを食べやすい大きさに切ると。何だ。はい、おしまい。ノビルの酢味噌あえ完成。次はノビル味噌を作ります。はい、
刻んだ葉と取っておいた茎を容器に入れます。まあ、味噌を大さじ1として、大さじ1、砂糖は小さじ1/2、こんなもんかな。混ぜ、下は鰹節適当混ぜる。はい、できた。伸びる味噌汁。おいしいのかな。よいしょ。はい、では伸びる定食が完成しました。天ぷらとかあればもっとよかった。まずは生を食べたいと思います。味噌マヨネーズか。いただきます。うん、うまい。ちょっと辛いな。まあでも食える。辛いけど、まあ、うん、酢味噌か。あ、うまい。うんうん、茹でてあった方があれだな、辛みが消えてちょうどいい。普通飲むか。ネギ味噌の味噌汁。うん、とこんなもんにしようか。あと、どうだ。葉っぱ入れると青くせ。ちょうどいいよ、こんなもん。よし、ごちそうさまでした。そうだな、一番うまかったのは酢味噌和えか。酢味噌和えが一番美味しかったです。んで、生で食べると結構辛いんで、茹でて、まあ、食べた方が美味しいです。辛いですね、生で。あとは伸びる味噌の味噌汁。葉っぱは結構青臭いですね。青臭いんで、あんま使わない方がいいかなと思いました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。バイバイ。